15人の市議全員による百条委員会は逢初川上流部に造成された盛り土について調査を行っています。今日の5回目の会合では開示された県と熱海市の公文書をもとに来月以降に予定している参考人聴取に誰を呼ぶのかや県や熱海市に追加で公文書の黒塗り部分の開示を求めることなどについて話し合いました。そして今後も発生原因の調査に必要になるとして去年10月に公表された公文書の黒塗り部分について県に追加で120件の開示を、市にはこれまでに公表されていない新たな公文書15件の公表を申し入れることを全会一致で可決しました。また来月参考人として崩落した盛り土の造成工事をした業者や不動産会社、一般の市民など13人を呼ぶことを決めました。質問の具体的な内容は次回10日の委員会で決める方針です。また盛り土の現在と前の土地所有者を4月に証人として呼ぶことを検討していて、今後の委員会で正式に決めるということです。まずはですね、参考人招致で、盛り土に関わった方、市の職員、県の職員への、質問事項がありますので、それを聞いてですね、また民間の方が知っている情報がありますので、それも委員の皆さんに把握をしていただいて、事実の究明をですね、していきたいと思っております。